皆さんこんにちは、ドラム講師の森谷亮太です。本日は質問いただきました。アップダウン奏法が苦手です、どういう練習が効果的ですかということなんですけど、アップダウン奏法の感覚っていうのを、お伝えできればなと思うんですけど、アップダウン奏法っていうのが、なんかこんな動き、こういう、こういうちょっとくねくねっとした動作で早く叩くときとか、あとなんかこうリズムに抑揚をねつけたりとかね、こうみたいな、こういうリズムに抑揚をつけたりとかスピードアップするために、アップダウン奏法っていうのはもう必要不可欠な動作になるんですけど、ドラムを始めたての人もそうなんですけど、苦手な人がね結構多かったりするので、アップダウン奏法っていうのはダウンストロークっていうストロークと、アップストロークっていうストロークを繰り返しているので、まずねその動きをひとまず確認してみてください。ダウンストロークっていうのが手を高い位置から、叩いて低い位置で止める、これがダウンストロークですよね。低い位置から高い位置に上げながら叩くのがアップストローク、これがダウンアップダウンアップと繰り返す。でまずこのダウンストロークでアップストロークっていうのを繰り返してみてください。で目安としては、ダウンストロークダウンした時はスティックのねこのショルダーって言われる部分で、このハイハットのエッジ縁をこう横にこうこういう感じで当てる、これダウンの状態で、でアップはこのチップ側で、ハイハットのこの辺りをこう狙う、ダウンアップダウンアップ、これあくまで目安なんですけど、目安としてこの動作でアップダウン奏法を練習してみてください。特に足とか合わせるときはこう手がめっちゃつられちゃうんで、このチッ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 みたいな感じでこうどっちにこうダウンかアップどっちに合ってるのかを確認しながら、足を合わせたりとか、なんかそんな感じで練習してみてください。アップダウンが苦手な人の特徴としては、アップするとずっと上がっちゃうんですよ。こうダウンアップダウンアップするともうこのアップした状態でずっとこうやってやっちゃったりとかっていう人は結構いるんで、ダウンをしっかりこうダーンと下ろすみたいな感じで意識してみてください。これやり方としては、このアップしてるこの状態からこうアクセルブルーンブルーンってするような感じですかね。ブルーンってするのと一緒にこう下ろすみたいな。そう。そんな感じでやってみてください。続いて動きなんですけど、動き僕ね、アップダウン2種類あると思ってて、まずね、ジャーマングリップ。こう手の甲を上にした状態で構えた動作。で、この動作でアップダウンするときは、この腕の動きとか手首の動きが連動して、こういうちょっとこう、ムチのようなというかしなりのあるような動作で叩くような感じ。肩を使ってあげるとこういう上下運動になるんで、じゃなくてこう回してる感じですかね。こういう感じでダウンアップダウンアップ、特にね、これはラウドな感じで演奏するときに僕はこのやり方をするんですな。パワーを出すときに、結構このジャーマングリップでこういうなんかね動きでやったりとかするのかな。でもう一つはフレンチグリップっていう、この親指の爪が上になった状態で叩く。この動作はちょっとねこう、これね手首の親指が外にこうやってこう向く動作、前腕を回転させる動作で。ジャーマンの方もね回転してるんですけど、こうジャーマンの方はこの親指が中に入るこっちの方の動作でこう叩いてるかな。でフレンチの方はこういう動作、親指が外側に行く動作。
あのアップダウン、まあ、この2種類の動きが必要なのかなと思いますよね。回転っていうよりか、まあ、手の甲を上にするのか、あと親指を上にするのかで、まあ、表現は変わってくると思うので、まあ、そんな感じで、ちょっと動きを確認してみてください。さらになんですけど、リズムを細かく取りすぎてるっていうのはアップダウン奏法がうまくいかない最大の原因だと思うので、でこれどういうことかというと、ダウンもアップもリズムを取ってるんですね。1,2,3,4,5,6,7,8 みたいな、1,2,3,4,5,6,7,8 みたいな感じで取ると、あの絶対うまいこといかないんで、アップダウンは1回の動作で1,2,3,4 叩いたりとか、あとその1回の動作でどちちちどちちどちってこう叩いたりとかするので、なのでこの 1,2,3,4,5,6,7,8 で取ると、まあ、スピードも上がらないし抑揚も出なかったりするんで、まずはねこれをあのリズムをしっかりと取れるような練習をしてみてください。でどういう練習をするかというと、ダウンに合わせてバスドラムを入れる。できれば口でカウントして、で頭でリズム取りながら、もう体ごと1,2,3,4 意識する。これができたらこう腕の回転とかその外旋内旋とかもそんな関係なくて、もうこれができたら割と自然にあのアップダウンの動きができたりとかするんで、うまくいかない場合は口で1,2,3,4で頭でうなずきながら、でバスドラムを入れて、このでこれだったらね結構できるようになる人が多くて、でこれと、まあ、スネア合わせたりとかバスドラのリズムが変わった時に結構できなくなっちゃったりとかするのが多いので、それその時は最初にやったあの目安、このダウンストロークとアップストロークのこの場所の目安で、こうどこにバスドラムが当てはまってるのか、どこにスネアが当てはまってるのかをしっかりと意識して、例えば最もねアップダウン奏法であの最初につまずくのがドンタドンドタなんですけど、これはもうそのねこうドン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 みたいな感じでアップと足が重なったりするようなところなんですよね、これってね。感じなので、まずねこの目安をちょっとね意識してみながら、まあ、どこに足が当てはまってるかとかね意識してみてください。まあ、フォーム的には、まあ、ジャーマンでやったりとかフレンチでやったりとか、ここのしなりとか手首のこう前腕の回転とかね、なんかそういうのを、まあ、意識してみるといいかなと思うんですけど、まあ、動きにとらわれるとあの逆にねこれうまくいかないんで、だからカウントして 1,2,3,4 しっかりと感じれる方が大事だったりするので、まあ、ぜひね試してみてください。まあ、そんな感じで本日もありがとうございました。さよなら。